これがデビュー登板となります。マウンド上プロ4年目大阪桐蔭高校出身柿木蓮が登場です。さあこれ勝っているゲームでデビュー戦ですね鶴岡さん。いやいい場面で回ってきましたよね、まあね、ファームレーンを、ね、よく石川選手と組んでたと思いますので7球ですから、まあ、ちょっとこう追い込んでストレート150キロ出ています。一時柿木は全然球速が出ない時期もありましたからね、はい、ありましたね、僕コーチやってる時も、ね、全然、ね、球速出なかったんですよ、はい、ライトへの打球、ライトは万波がいます。さあ柿木プロ初アウトを一軍で記録、マルティネスをライトフライに切っています。第2打席にシングルヒットを打っている阿部です。でこれはバット折れています。セカンドバックして八千が掴んで2アウト。まあこういう何か打たせて取る感じが出ている柿木です。で構えたとかそうなんですか。初球ストライク、時速151キロをマークしています。ファウルボール。いや僕が知ってる柿木投手とは全然違いますね、はい、そうですか、変化起こってますか。やっぱこんだけねストレートでバッチリですね、ちょっと何かプロに入ってね酸いも甘いも経験して、さあいよいよ今日がデビュー戦。ああ今日はネオはどうやらベンチに入ってないみたいですね。でこれはセカンド八千さばいて3アウトです。さあ柿木がガッツポーズで帰ります。わずか10球のデビュー戦、ドラゴンズをワンツースリー三者凡退に切っています。